前回の動画でキャンプ用品でね、これソーヤミニ、キャンプ用のミニ浄水器、サバイバル用のミニ浄水器っていうのをご紹介しました。こちらにね、川の水なんかペットボトルに入れてつないで、そうするとここからね、綺麗な飲用水に変わると。それで川の水なんかもね、そのまま飲めるようになると。中には、中空四膜フィルターっていうね、高性能のフィルターが入ってるんですね。これとってもちっちゃいんですけど、このね、大きい版、この大きい版がこれです。クリーン水。すごい大きいです。この何十倍、30倍、50倍ぐらいの大きさありますかね。この浄水器、同じように中には中空四膜フィルターとカッセッターが入っております。これをね、使えば薄いタンクにつなげばね、飲める水に変わるはず、飲める水に変わるんじゃないかなと思います。これはね、自分がそう思ってるだけでね、どうなるか分かりません。これから実験です。これはクリーン水用の接続するホースになります。使用上の注意が書いております。はい、1番目からね、水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。温泉水、井戸水など異物を多く含む水にはご使用になりません。何？温泉水、井戸水など異物を多く含む水にはご使用になりません。雨水はどうかね。要するに水道水以外を使ったら責任は持ちませんよっていうことだね。多分これ詰まるからなんだろう。詰まるから、ね、詰まってクレーム来るから使えませんよって言ってるんだね、と思います。カートリッジの交換時期の目安は使用水量、水質、水圧などにより異なります。毎日ね、20リッター使ったとして1年間使えるそうです。で、1年経ったらカートリッジを交換するということになります。浄水側は35度以上の温水を通さないでください。汲み置きした浄水はなるべく早くご使用ください。毎日の使用開始時は浄水を15秒以上流してからご使用ください。また2日以上ご使用にならなかった時は浄水を1分以上流してからご使用ください。内部を凍結させないようにしてください。カートリッジは必ず当社指定の水栓と組み合わせてご使用ください。本品の常用使用圧力は 0.07 から 0.35mPa です。水に溶け込んでいる塩分、海水、金属イオン類、鉛は除く。鉛は OK ということだね。は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。養魚用などには使用しないでください。ということですね。まあ試しにやってみます。だから異物が多ければさ、結局詰まっちゃって出が悪くなるということですよ。で、出が悪くなっちゃったらもう使えないですから、失敗ね。もうこういうのは使えない。あるいは、その前に完全にろ過すると、このフィルターに入る手前の段階で完全に異物を除去する装置を作らないとならないということですね。これが詰まるようだったらね、まあ出てくる水量を見ればね、それ判断できると思います。
緑だからこっちがインで、こっちがアウト。よし、こんな感じかな。よし、セット完了。ではいよいよ浄水器、浄水器を通した水を出してみます。レバーを右側に倒して、で上に上げると。うわ、びっくりした。あれ、ああ出た出た。ああびっくりした、爆発したかと思った。まあ、水量的に、水量は、水量は落ちましたね。多少やっぱり水圧落ちました。ちょっと流して、しばらく流してみますね。ね、これでね、これで黄ばみが取れるかね。じゃあこれですくってみます。はい、じゃあどうでしょう。じゃーん、お、なんとこちら水道水、雨水を浄水した、クリーン水で浄水した水、どうですか。水道水より綺麗じゃないか、こっち。水道水より綺麗になってるんだけども。やっぱりこっち塩素が入ってるから、多少濁りはありますよね、水道水ね。これと比べたらわかるんじゃないですか。これ外してみよう。これと比べてみて。ほら。別にこれ、汗が出てるわけじゃない。ちょっとこれ拭いてみますか、ね、ちょっと汚い雑巾だけど、これこっち曇ってますよね。こっちの方が透明度があります。大成功。まあ、こういう結果になりましたね。雨水を浄水器にかけた方が一番クリアだということですね。よかった。お金かけてだけあった。これで変わらなかったらね。でしかもですね、全く異物、雨水の方異物ありません。全く異物入ってませんね、雨水タンクの方。なので、大丈夫のようですね。まあ、本来はね、この浄水器は水道水のために作られてますのでね、水道水で、カルキ臭いと、水道水が全然美味しくないという場合ですね、こういった浄水器を使うと
カルキ臭がなくなってね、とても美味しい水道水に変わると。まあ皆さんね、よかったら試してみてください。動画の予定はね、コロコロ変わって申し訳ないんですけどもね、また次回考えて、面白そうな動画を作りたいと思います。それでは皆さん、また次回まで、さようなら。